継承商財門継承商財門9月21日から1954年1月28日は、日本の薬学者、政治家、貴族院議員、参議院議員、聖四位、君さん等、薬学博士、京都府出身。1876年9月21日、京都二条、カラスマの薬種外の継承衛生堂にて生まれる、仙台、 正衛門の長男。1901年、東京帝国大学以下大学薬学科卒業。同年同大学の助手となる。その後東京衛生試験書技師、関東都督府中央試験所長、南満州鉄道中央試験所長を経て、1915年10月1日、第一製薬の前身であるアーセミン商会を創業。 バイドクの治療薬であるクバイザイアーセミンを発売した。その後1922年、東京帝国大学薬学科教授に就任した。この他京都帝国大学講師も務めた。戦時中には医薬品統制社長を務め、戦後の1946年7月に貴族院直選議員に任じられ、 こういうクラブに所属し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。同年に行われた第1回参議院議員。通常選挙で全国区から日本自由党公認で立候補して当選したが、同年6月24日に公職追放となり、同年7月15日に失職した。この他日本薬剤師会会長も務めた。ありがとうございます。